があるとしたら、僕漫画めっちゃ好きなんで漫画に描いてほしいっていうのと漫画を描きたいっていうのがあるんですよ。スティーブ・ジョブズの漫画とかあったりするじゃないですか。あるあるある。あんな感じでだったら光る自伝を出してそれのコミカライズじゃないですか。それやってです、本当に。まだ出してないですよ。僕も出してないですよ。満を持して出そうと思って、一発10万部以上は売りたいなと思ってて、ために貯めて力貯めようと思って。余裕で売れるって。これは相当選ばないといけないです。出版社と初版の部数かなり交渉して。ゴーストライター誰やっとるか。ゴーストライター言うてもいいんですよ。言っちゃいます、ゴーストライター書きましたって。あ、ありますよ。喋ってること喋ってることはもうまとめてもらってるんですよ。僕はタイトルまで決まってるんですよ。2つ候補があるんですよ。中津さんやんのほしいですよ。一つが番組通り職業カリスマ、あともう一つが詐欺師と呼ばれた男っていう。あー、嬉しいな。海賊と呼ばれた男たちみたいな。あ、なるほど。朝から作田さんからもらって詐欺師って言われてたんで、そっから成り上がった男の物語っていう、ちょっと敵はあるというかインパクトはあるかな。パワーワード職業カリスマもイコール光君や。わかりやすいのはそっちやけど、詐欺師と呼ばれた男は光くんファンじゃない人も手に取ってしまう。もうちょっと気になるじゃないですか。でも僕は職業カリスマで代名詞になってるんですよ。カリスマ美容師、カリスマホストってありますけど、はい、カリスマといえばすごいですね。トーク続けられないぐらい。やっぱりカリスマはもうおっしゃっていいと思うし、逆にもうそれで通り名で通じてすごいじゃないですか。あの時代カリスマって言われたのはこの人だねって代名詞取っちゃった方が、マルシー取っちゃった方がいいと思う。俺の意見忘れて。